おはよう。すごいキューティクル。おはようございます。じゃーん。明日誕生日、そうよ。やばいやばい、ラスト18じゃん。良平さん、チャーミーさん、マセさん、キクさん、ありがとうございます。カープさん、ありがとうございます。北海道帰ります。おはよう。健三さん、ありがとうございます。なっちゃんさん、にょんもりさん、美容部みたいなクレチーさん、シャンくんさん、野沢さん、ありがとう。そう、宿題がね。ブーさん、マセさん、アムロさん、ありがとう。おはよう。宿題が。ライリーンさん、ありがとうございます。初めて朝配信来た。ええー、唇もちょっと赤くしたいな。きこりさん、くま、ありがとうございます。だんだんソファに沈んでたけど、起きてますよ今日は。マモルンさん、アムロさん、ありがとうございます。なんか宿題を、誕生日部、そう ATC の時、最後にお疲れ様でしたって言いそびれて心残り、ありがとう。友達がめっちゃ進めてくる未知の技配信、うそー。シーロさん、マムルンさん、てっぺいさん、ありがとうございます。しょっかしょっか。おはよう。マムルンさん、ありがとう。すごくたくさんの提出者の方がいらっしゃって、びっくり、おはよう。びっくりしておりまして。そう。私は、びっくりしておりました。なんです。これが大阪の日、これが昨日東京のすごい、東京の方すごいめさめさ。でもね、1個ね、束になって入ったんですよね。これ束が気になる。あ、友達の、いいね。レンさん、ありがとうございます。セリアさん、ありがとうございます。そうよ。ユーユーさん、ありがとうございます。そうそう、まだ見てない、今日見ます。ケイさん、ありがとうございます。東京の子優秀やキュロスさん、ありがとうございます。トモリンさん、キコリさん、ありがとう。そう、これはね、ショールームとかでね、なんか読んでみたいな。そう、昨日初めて行きました。あ、ありがとう。
みゆみゆがさっき読んでた、そうそうちょっと見た、みゆみゆの配信。あ、じゃあ大喜利っぽいの読む何が良かったっけ。人うちに向かってなんて叫びたいですかとか、あ、48グループで一番好きな曲はっていうやつがめっちゃある。2月17日の1時間目あ、違うわ、バラバラに入ったんじゃん。何が大喜利でしたっけ。なんかでも何でも全部大喜利なのって聞かれた。そう、風を待つ聞いてくれましたか。尾道に来たことありますか。私のこと知ったきっかけは、私の第一印象は、どれが聞きたいですか皆さん。瀬戸内海になんて叫びたいですかか、私今村の第一印象はか、私のことを知ったきっかけは何ですかか。異世界のおっさん、アムロさん、ミラニスタ19号さん、ありがとうございます。そう、昨日はありがとう、ありがとう。シヒロさん、ありがとうございます。瀬戸内海に向かって叫ぶやつ書いたから。でもこれ同じの入ったんかな、ちゃんと部分けじゃないかも。きっかけ、え、スティーブってやつのことどれくらい好き。キコリさん、オッケーさん、アムロさん、ちな、7時15分に終わります。行ってきます、行ってらっしゃい。私の第一印象、あ、でも結構さらっと読めそう。すごく落ち着いてる印象、真面目でも面白い、ギカップこれ読むのやだな。雰囲気が柔らかい。アイドル。天使かと思ったらって第一印象。第一印象意外と可愛い、意外と。 STA の聖母、イエーイ。すごい笑顔、笑顔、おっとり、笑顔、おっとりほうほうほう、すごい、お、天使ニコニコ、やべえ、これ楽しいこれ楽しいですね。ちょっと黙ってやっちゃった、ちょっと恥ずかしい、自分でね、自分でね、あの恥ずかしいですねそうそうそう、セリアさん、アムロさん、チップ&デールのハヤトさん、ありがとう。ちょっと恥ずかしいじゃん、自分で読むの。オッケーさん、ありがとう。大崎上島のカズさん、ありがとう。ケイさん、ありがとう。
とう。平たくさん、うっしーさん、ありがとう。口に出した、口に出すのが恥ずかしいから。瀬戸内海に向かって、瀬戸内海になんて叫びたいですかにするね。未知への愛を、未知への愛だってユリを僕を指針にするな。ディ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 、お題に全然さ、あのお題じゃないこと書いてるんだけど、みんな。いくしかさん、ありがとう。いがぐりさん、くま、ありがとう。のりさん、ありがとう。そうした誕生日。未知への愛は常に心の中で唱えてる。本当。おおほ。やば長めっちゃ面白い。瀬戸内海に向かってなんて叫びたいですか。2枚に分けて書いてある。どうしても来たかった真冬の海辺、ガラガラのバスを降り、凍える風の中、自販機の缶コーヒーポケットに入れて手をつなぎ温めた。誰もいない世界、今はあいつのガールフレンドと分かってるのに。あれじゃん、これ歌詞。言ってくれればいいから、僕の一番すぐそばに、昔と何も変わらずに、最後に今日だけ愚かな愛に付き合って、夕日が隠れるまで。勝手だと思うよね、突然の電話、終わってる恋なんて。思い出の読めん。なんちゃらなんちゃらな。なんだっけこれ。え、これ歌詞じゃないっけ。ね、音律で。そうだよ、思い出の。あ、好きな歌詞。違う違う、瀬戸内海に向かってなんて叫びたいですかって書いてる。すごい文字長やば。ほら、よく書いてくれましたね、すごい。自販機の缶コーヒーやな。どこで息継ぎする。確かにやばい。多分もう作ることないけど、あ、あ、はがしの方ですか。おはがしの方ですか。そうなんです、私もごめんなさい、 ありがとうございましたって言いそびれてて、あの後言いに行こうとしたんですけど、早く出ないといけなくて。ありがとうございました。瀬戸内海になんて叫びたいですか。
みちゅが一番好きなので近い行くのだけは許してください。うぅ、みちゅ、うんふん、セトランドシー、おはよう。え、剥がしさんですかね、わかんない。すごい、アムロさん、キヨさん、ナムロさん、ありがとうございます。もったいなくて持って帰った。まあね、そういうのもいいよね。おはよう。うん。ビルマさん、ありがとうございます。スノボ行く前に久々に朝配信来た、いいな。デブニアさん、ありがとう。じゃあチェック入ってますよ、これ。ヨンモリさん、ありがとう。おはよう。うん、21が誕生日おめでとうございます。ありがとう。お母さん、みちお母さんって書いてある。みちのことがアルティメット好きな、そう、アルティメット好きな、そう、イエイイエイ。字綺麗。もう家ですか？まだ家じゃないです。めっちゃ字綺麗。ジョジョあんまりわかんない。おはよう。イエイイエイ。あいあい。これはダメだ。私は一人で読んだ方がいいやつや。トマト。お、SDU 最高。イエーイ。もう少し人生思い通りに進んでほしい。切実。いいですね。ちょっと7時5分、やば。ちょっとこれ一人で読んで、あの、読みますね。またありがとう。初握手、ありがとうございます。楽しい。前髪が長い。似合ってしてました。未知の観察力すごいと思った。なんで。石剣マシンさん、ありがとう。おはよう。昨日はありがとう。ありがとう。 AKB の告白の申し込み今日まで、おですって。ぜひ。ハッシーさん、ありがとうございます。いっぱい読んどいて、うん、全部読みますよ。うん、昨日は初めましての方がめっちゃ本当にたくさんいらっしゃって、オッケーさん、ありがとうございます。お、かん、幕張よろしく。うん、そう、はいよ。そうなんですよ。でも
初めましての方は結構なんかショールームかノーウェイマンって言ってくださって、ノーウェイマンで見てきたよって。おはよう。そう、四部のおしましやつの、でもマジで楽しかったね。楽しかったです。今度幕張の時絶対連行く。連そうだって去年はなんか連の外並んでない方もね 2,3 人しかいなかったのに、今回すごく後ろにもたくさんいてくださって、そうなんかね嬉しかった。最近周り道足しかいない、うぞん道打つデサイザーズさん、ありがとうございます。昨日初めましてだったのに交通渋滞で見てなきゃを20枚使えなかった。マジ大変。頑張らなきゃね。シュウさん最高かよ。今起きた、おはよう。おはよう TWA さん、ありがとうございます。好き、 Thank you。 そう、なんかしかもね、あのそう去年のこの会場は千穂ちゃんと二人で一つのレーンだった。チャーミーさん、ありがとうございます。ケイさん、ありがとうございます。イクシカさん、ありがとうございます。イッサさん、ありがとうございます。ケンゾーさん、ありがとうございます。野沢さん、ありがとうございます。おはよう。そう、トモリンさん、ありがとうございます。カズチンさん、ありがとうございます。そうなんよ、なんかすごかった、ありがとう。去年は街スペース広かったのに今年めっちゃ狭く感じた。本当21歳に見えるって言われて嬉しかった。おじさん、お兄さん、直哉さん、ありがとう。確かに風を待つさん、ありがとう。何を言いたかった、そう、とろみちこ講師ですって言ってくださる方がめっちゃ多かったりね。なんか今までね、道の蓮は女の子全然いないねって言われたんですけど、今回女の子が増えてね、ノーエマンで気になってきましたって言ってくださる方が本当に多くいらして、なんかさ、ノーエマンにベストイート歌謡祭さんに出た後、あとすぐはあんまり反響がなかったから、反響がなかったんですけど、まああったけど握手会ではそんなになかったんですけど、なんかこの STU の個別で初めて座って、まあ、初めてじゃないけど、あのね、のりくんさん、あむろさん、デサイズハートさん、ありがとう。初めてじゃないけど、そう、じわじわ、そう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 、びっくりした。そう、はいよ。あとね、ソラハにもらったイヤリングつけ、つをつけてた。みんな可愛い。いおりさん、あむろさん、こみたんさん、ありがとう。私のなんかね、ちっちゃい子家族連れで来てくださる方がいてね、あのね、6歳の男の子が来てくれるの。カラオケオール、やば。風を待つってもうカラオケ入ってるんですか。
それ可愛かった。そう、そうなんですよ、超可愛い、めっちゃ可愛かった。何歳なのって、何歳なのって言ったら、そうってやってた。もう可愛い、めっちゃ可愛いよ。そう、大阪でもね、あの女の子、10歳の女の子が来てくれたんですけど、ちっちゃい子に敬語で話しちゃう。そう、めっちゃ可愛かった。もう可愛すぎて泣きそうになったよ私は。そう、指で表せる年齢が羨ましい。確かに確かにね。いや可愛かった。のりくんさん、ありがとうございます。そうだから、だんだんとね、女性の方も増えてきてくださって、たくさん来てくださるようになって、でね、年齢層もだんだんと幅広く、6歳から一番上の方は何歳か分かりませんがね、6歳からね、何歳まで幅広い、そう、老若男女、すごくないですか？びっくり。おはよう。嬉しい。老若男女。ちょっと足しよう。おはよう。そうね、120歳まで生きて。長者。うわ。いいね。すごいよね。本当に。でもその6歳の言葉ね、6歳の子の妹の子がいてね、その子が何歳なのか、ベビーカーに乗ってるんですけど、その子も霊園に並んでくれてて、タイガさんありがとうございます。ヤッホーってしたらニコってしたの。ベビーカーの子の中の子がもうめっちゃ可愛かった。でその子がもし私の、そう、6歳でベビーカーじゃない、その6歳の子の妹の子、にこって3歳ぐらいかな、2歳、1歳、0歳、ちょっと待って、分からんのよねあんまり。1歳ぐらいかな。チャンゴーさん、アムロさん、ありがとう。そう、嬉しかった、ね、英才教育ほんとよね、つられてる。そう、つられちゃった、ニコってしたから。はいよ。それでは、俺も6歳から未知の握手会に行きたかった。いやいや、楽しかったです。本当に皆さんありがとう。イエイイエイ。僕も未知より子供に連れた、やばいじゃん。僕もビーカー乗ってこいはい、それでは壇上を読んでいきたいと思います。なんかね、大崎上島のカズさん、ポンちゃんさん、ありがとう。昨日からメール取ってくださる方とかも増えて嬉しかったです。そう、村田より見てます。それでは壇上を読んでいきたいと
思います。13位闇落ちした熊の軍隊さん、12位ピーシーズさん、11位ソウさん、10位イクオワイワイさん、9位アモズさん、8位イクシカさん、7位セディアさん、6位ノリくんさん、5位キコリさん、4位ダダダダムドさん、3位シュウさん、2位チャーミーさん、そして1位はドルル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 ン、じゃじゃん、ジロウキチさん、イエイ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 、ありがとうございます。ジロウキチさん、そして今日のラッキーナンバー22位はルル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 ン、じゃじゃん、タケトさん、ラッキーボーイ、イエーイ。村田より始めましたもん。お、返信してください、ぜひ。いっぱいいっぱい、今日はいっぱい送ろう。写真は撮ってないけど撮れるかしらね。はい、それではまた、うん、送るね。今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エイリーエイリー、おー、イエーイ、ありがとう、待ってます、待っててください。はいね、今日6時台の配信だったのに皆さん起きてくれたの、寝てないの、ありがとう。そうよ、生誕祭、今日18日の18時に発表ですね。ドキドキ、縄文ドキです。それでは頑張ろう、またね、バイバイ。割と頑張った、ありがとう、みちのために。やばいね、またね、ありがとうございました。今から寝る。おお、それではまた。そうよ、当たってますように、皆さん、すみませんように。なんかしかありがとうございました、楽しかったです。また今日の夜お会いしましょう。バイバイ、頑張ろう。読むね、宿題、バイバーイ、七並べます。